ナンバーアイ、東京ドーム緊急性配信裏側公開。ファンからは、わちゃわちゃ最高、三人可愛すぎる、の声。ナンバーアイ、ナンバーアイ、が、東京ドームでの緊急性配信の裏側を初公開。平野志洋、神宮寺勇太、岸勇太の三人が活動するナンバーアイの初動画が、ファンの期待を超える形で11月27日に公開された。 トベが主催したこの生配信では、騎士がグループに合流し、活動の幕開けが告げられた。公式 YouTube チャンネルにおける初の動画は、ファンにとっては待望の瞬間となり、その内容にはわちゃわちゃとした楽しい雰囲気が満載だった。緊急性配信の舞台裏公開。トベが主催した生配信は、滝沢秀明氏が設立した企業として知られる。 この特別な配信では、騎士ユタが飛べに合流し、新たに結成されたナンバーアイとしての活動が発表された。この発表は、11月25日に行われた、10ビーンという YouTube 生配信で、グループの公式 YouTube 初投稿日が11月27日であることが予告されていた。初投稿の舞台裏、11月27日の初動画では、 東京ドームでの緊急性配信までの3時間30分を追いかけ、メンバーたちの中睦まじい様子が知える。平野市洋が切った髪の毛を野球ボールに見立てて投げたり、岸優太がインスタグラムで公開した写真を神宮寺優太が撮影する場面など、メンバーたちのリラックスした雰囲気が垣間見えた。リハーサルの一部始終。リハーサルの模様も公開され、 岸優太が走って出てくる場面などが収められていた。グループ名の発表においては、岸優太が一瞬ためらい、平野潮と神宮寺優太からは笑い声が巻き起こった。メンバーたちのきあいあいとした雰囲気は本番3分前でも続き、笑顔が絶えなかった。配信後のコメント。配信後には、神宮寺が東京ドームの力のおかげで結構緊張せずできた。 と振り返り、平野も以前の状態と比較して不思議。俺とジンでやった時はもっと緊張感があって、自分で笑ってごまかさないと緊張が取れないみたいな状態だった、とコメント。また、今後の展望についても話題になり、平野は、今度は違う形で戻ってこれたら良いね、と述べ、神宮寺は、コンサートやりたいね、と願望を語った。 騎士も、よく言えば野球もね。と冗談を飛ばし、メンバーたちのユーモア溢れるやりとりが視聴者を楽しませた。ファンの感想。動画に寄せられたコメントからは、ファンたちの喜びが伝わってくる。ファンからは、楽しそうな雰囲気が伝わる。三人揃った姿が改めて嬉しくて、涙、わちあわちゃが最高。騎士くんに突っ込んでるのかわいすぎる。 といった感想が多く寄せられ、ナンバーアイの初投稿が成功裏に受け入れられていることがわかる。ナンバーアイの初動画はファンにとって期待以上の内容となり、東京ドームでの緊急性配信の裏側を垣間見ることができた。メンバーたちの仲の良さ、リラックスした雰囲気、そしてファンとの交流が動画を通じて鮮明に伝わった。 今後のナンバー I の活動に対する期待が高まる中、彼らのファンはますます興奮と期待に胸を膨らませていることだろう。